この動画ではターンテーブルを使用した多検体 PH 電気伝導率測定について紹介いたします。同一サンプルの PH と電気伝導率を同時に測定します。動画の内容はこのようになります。まず、装置の構成について説明します。 分析系本体は2チャンネルタイプのマルチ水質系を使用し、pH 電極、電気電動率セルを接続します。電極とセルは1つのカートリッジに取り付けます。これにより、1つのビーカーの pH と電気電動率を同時測定します。これ以外の構成については、 別動画で紹介していますので、そちらもご参照ください。ターンテーブルの動作を紹介します。各種設定後、マルチ水質系のスタートを押します。測定前に洗浄槽で電極を洗浄します。 アームが動き、サンプルに電極が移動します。角半子が回転します。設定した時間、待機します。測定を行います。測定終了です。 1>, 1つのサンプル測定が終了すると、電極を洗浄します。動画では、シャワー洗浄とオプションのエアーブローを使用しています。テーブルが回転し、次のサンプルに電極が移動します。 設定したテーブル番号まで自動で測定を行うことができ、省力化につながります。続いて、測定の詳細について紹介します。アームが移動し、電極がサンプルにつかります。設定した時間、拡拌を行います。 攪拌が止まってから、設定した時間待機します。その後、設定によりますが、安定判断を行います。測定完了です。PH と電気伝導率それぞれの測定データを記録します。 多検体 PH 電気伝導率測定システムを選定する上での注意事項を紹介します。選択できる検体数は、12、18、36検体です。このシステムは、塩化カリウムの影響が無視できる高電気伝導率のサンプルの場合のみ使用を推奨します。 PH 電極の液落部からわずかに内部液の塩化カリウム溶液が出てきます。電気伝導率が低いサンプルは、その影響を大きく受けてしまいますので、PH と電気伝導率を別々に測定する必要があります。この点にご注意ください。ターンテーブルを使用した、 多検体 pH ・電気伝導率測定について紹介しました。ご清聴ありがとうございました。